おお。一番乗りのいいグラスロッドで来たってのに。ああ。初めてなんか食った系の水中もじりあったな。ああ、ニフティと俺の真ん中ぐらいでハフっていう感じの波紋が。沈めたら食う。今多分マッチのルアーに出たな。ああ。なんかね、水面まで出きってないんだけど、でもあの輪の大きさだったらまあ正誤ってことはなさそうな。ほら、あよれい。ああ、いい音だったね。はいはい。いやいや。そうかな。ああ、ハモね、そこの桟橋のところに引っ掛けてんだけど。おお。おお、元気。ちょっといつもの硬い竿じゃないから、でもバレないなこの竿。おお、元気元気。いたね。ごめんね、ちょっと竿が弱いからさ、なるはやであげたいんだけど。じゃあ、いたな。おったね。おお、いいサイズ、いいサイズ。サンキュー。はーい、来ましたよ。おかっぱりシーバス。ね、マニック。ね、待ち抜けシーズンの定番ルアーで、今日はね、レジットデザインのグラスのスピニングに P ラインで、結構ね、バシャンバシャンだったけど、バレずに、うまいこと釣れてくれました。じゃあ、サイズ測ってお願いします。はい。マニック。はい、マニックフィッシュは57センチとか。でもね、おかっぱりで釣れたらほんと嬉しいサイズでね、グラスよく頑張ってくれました。じゃあ逃がします。